今回はちょっと探索メインで。ちょっと、あ今、行ってきやーって言わんかった。ちょっと言う、一応言葉喋れるんだね。行ってきやーはちょっと新鮮だったな。いや、悪くないね。カイマルさんの可愛さは卑怯だよね。ちょっとね、早めに奥に行きたいんで。3800か、結構いい肥料溜まったね。あ、ここはまだ。結構草木は早いね、なんか印象的にね。おお、この挙動はびっくりする。敵はあとあと、あー最終は倒さないとダメか。だよな。よし、これで OK。 そうだね、一番右側の敵っていうか端っこを倒せば進めるって感じか。ムシムシ、あまり変に、うはい、変に体力は削りたくないから。あー、やっぱでも自然治癒系欲しいな。いけない。ほい、どうぞ。痛い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 。はい。高波はちょっと強化したいな。残る時間が長いのが強い。来るな、ウサギさん。ラストかな。よし、今回はね、お米が作れるところまでは。いてー、抜けんのかい。
よし、進め進め、上はなしだね。はい、ドーン。カウンター難しいんだよな。見切りか、このゲームでは見切りだね。パリーではないんだけど、んやろ、ぐひ、はあ、こっち来ないか。おお、これでいけるかな。意外とシカズノは手に入るね。結構貴重なもんかなと思ったけど、いやー、バケダウンやめてくれ。で爆発すると、はい、スズメの大群。ああ、まだいるのか。絶対この端っこ残せないんだよね。いいって、意外とキノコは危ない。痛い。よし、お、いけるね。これでさらに中間。さあ、深部、大東寺森深部を調査と。一応ここまでやっと来たって感じかな。ボス来たか。こやつだ、この森の鬼どもを滑る主です。おお、マジか、カエルか。に我慢、おそらくは油の化身と見受けます。油を使った攻撃にお気をつけなされ。考えたね、椿も椿油あるしね、ガマも油だもんね。ぬるぬる、後ろ。お、あー、後ろ見えねー。はい。いや、それ当たらないか、よかった。あー、うさぎ。よし、朝にしよう。もう、まあ、朝にしよう。朝、あ、おお、にゃんこ、にゃー、かいまるまた連れてきたのか。猫じゃな、うん、猫っ子だ。ほれ、お座り。なあ、かいまるよ、今のわしらは明日をも知れぬ暮らしというのは分かっておろう。とてもではないが、何の役にも立たぬ猫なら飼う余裕はないぞ。むい、蔵の中食い荒らすネズミを減るかもしれねえしゃ。ああ、そういうことか、ネズミか。この峠では見たことはないが、使い道があるのは、あれは致し方ない。まあ、しとては前向きに考えることもじゃな。だいぶ懐きのいい猫だね。
コホン。猫よ、お主は運がええ。これからしっかりと働くのじゃぞ。まさかの猫。いやーボス強えなー。さあ来い。こっちは忙しいんじゃん。あ、それはいけない。で、オーバー2。痛い痛い。ここがきついな。今回のボス、パリーしてもね、何の効果もないんだよね。ノーダメージになるだけで。それが意外ときつい。ほい、ほい、ほい、キー。はい、飛んで、はい、終わり。あれあれ、お、なんか出た。あれはなんじゃ。油玉のようですな。一種の呪物にございます。火をつければ浮遊して持ち運べる直になりますね。お、これで夜動けるね。油は減りますが、この大釜を倒したことで原料も手に入りやすくなっておるやもしれませんな。そうか、油があれば揚げ物も食えるし、寝る前に都から持ってきた本も読めるの。貴重品ゆえ夢夢無駄遣いは禁物ですぞ。心配無用、さあ、油玉の使用切り替えができますと。油玉を使うと周囲が明るくなり、夜の探索に役立ちます。ただし使用している間は油が徐々に減っていくため注意しましょう。これで、ね、ああ。まあなんとかボス倒せたね。戻ろう戻ろう。あー強かったー。